私どもの知る限り、オーストラリアの牛肉が、外ケースは詰め替えられました結果、国産和牛として流通に載せれる貨物ということに現在なっております西宮冷蔵、水谷社長によって内部告発された大手食品会社による牛肉偽装事件。水谷社長は消費者をを守るたため正義を貫いたのだが その後取引は激減して、休業に追い込まれた。なんとしても、食の安全と社会正義の確立のために、西宮冷蔵を今一度再建なさしむるあの内部告発から19年たった今も、会社の再建に向け、戦い続けている。ところが。ここ数年売り上がゼロでですからそういうい 突然、110万円と言われると、ちょっときついなっていう、苦しいなってもう一度、親父と一緒に何かできないだろうかということで、やろうとした矢先にコロナになってしまって、うん、コロナ禍で混迷を深める西宮冷蔵再建への道を撃墜した。 水谷さんは今も寝たきりとなった娘、マーサさんと二人で暮らしているマーサさんは西宮冷蔵の業績が悪化したことから希望していた私立高校への進学を諦めその後、親子関係が悪化マーサさんは自宅マンションの14階から飛び降りた、はい、水谷一家の人生を大きく狂わせた こ事の発端となったのが、あの事件だった2002年の1月、BSE の発生による国産牛肉の汚染拡大に伴い、大きな被害を受けた食肉業界国はその救済策として、国産牛肉の買い取りを決めたその制度を悪用し、オーストラリア産牛肉を国産牛肉と偽り申請していた 大手食品会社を水谷洋一社長はマスコミの前で内部告発したのだ。供給病に関するですね。政府擁護策を悪用しようとしておるこの歴然たる事実に対してですね、本当に憤然やる方ない思いであります。消費者のための正義を貫いたはずだった当時の水谷社長。 この内部告発は勇気ある行動と世間は評価したがその後取引は激減して休業に追い込まれた3年前の私たちの取材で水谷さんは苦しい胸の内を吐露していたやっぱり今また仮に16年前に戻ってそういう状況に立たされたとなった時にやっぱり同じ行動を取られると絶対しません あんな馬鹿げたあの行動はしないあの時は知恵が足りなさすぎた自分の味方だと思ってた世間があれほど敵に回るとは思わなかったん自らの行動によって娘を傷つけてしまったという後悔の念1日のほとんどの時間を娘の介護に費やしているため 働くこともできない日々の生活費は自身の年金と娘の障害年金だけだ <noise> 去年12月上旬水谷さんから見せたいものがあると連絡が入った案内されたのは西宮冷蔵の5階にある部屋だこれが今回問題になってる コンデンデサーです環境庁からの命令で、勝手に廃棄してはいけない、非常に危険物であるからして、厳重にベッド、隔離、保管せよということで、以来半世紀、えー、我々もあの粛々と保管していた保管されていたのは、PCB コンデンサーと呼ばれる有害物質の油を含むコンデンサー。 焼却処分すると、人体に悪影響を及ぼす大抑ンが発生する恐れがあることから国は49年前に PCB を使ったコンデンサーなどの使用を中止廃棄せずに保管するよう事業者に求めたのだ西宮冷蔵もその通達を守り半世紀にわたって代々 PCB コンデンサーを保管し続けてきたところが タイムリミット期日が、えー、来年の、えー、2021年3月末ということで、私どもが負担する額は、一体いくらなんですかって聞きますと、はい、110万円ですと、おって感じでコンデンサーの処理にかかる負担費用は110万円。 ここ数年売り上げがない西宮冷蔵はこの窮地をどう乗り越えるのだろうかはじめましてはじめまして西宮冷蔵4代目社長息子の水谷幸太郎さん幸太郎さんは去年1月ジャストアイスという新しい会社を立ち上げた「ジャストアイス」の社名スペルを続けて読めば「 ジャスティス、ティ正義という意味も込められているここの倉庫もね、まだ自分たちでなんとかしたら復活できるかもしれないので、うん、もう一度、うん、親父と一緒に何かできないだろうかということで。幸太郎さんは会社が休業中、他の倉庫で働きながら、これまで地道に生活費を稼いできた。 倉庫を再建させるためには、現在あるフロンガスを使った冷凍設備では、環境への影響を考えると長く営業はできない。孔太郎さんは、ノンフロンの設備で倉庫の再建案を計画、支援者へ向け、新たな協力を呼びかけようとしていたのだ。 冷凍機が潰れてしまって、外壁とかもちょっと直さないと、でもじゃないけど、営業再開できないので、ね、それを見積もり取ってもらうと約3億かかるということで、諦めてないということを伝えて、それ、共感してくださる方は、なんとか力貸してもらえないでしょうかということで。ところが、感染拡大が続いている新型コロナウイルスの影響で、経営再建に向けた活動は、 全て自粛せざるを得なかった諦めて終わってしまうと、本当に、これからも正しいことをこう発言してい,い,いく人がいいね、その勇気をなくしてしまったりするかもしれないから、うん、期限が迫る汚染廃棄物の処理。そして進ままない会社の再建とまさに 発砲塞がりだったあ、ありりがとうございまますす心よ感謝申し上げ窮地に追い込まれている西宮冷蔵だが今も支援者からの連絡は途切れることはないこの日も新たに支援を申し出る男性から連絡が入ったこのお電話をいただいてもう勇気100倍1000倍ですから。 何が何でも踏ん張って頑張ります支援者に向け自ら手書きのメッセージを添え定期的に活動報告を行っている水谷さんマンコロだけは込めてるんでそれがもしお読みいただいた支援者の方々に伝わることができればなと思います前途多難な道のりだがそれでも いつも応援してくれる仲間がいるそのうちの一人応援しながらも水谷親子の頑張りに刺激を受けている人物がいる娘マーサさんの親友中澤奈々さん29歳私も 同じね性同性障害っていう障害持ってて奈々さんは男性として生まれたトランスジェンダーマーサさんと出会ったことで自分の悩みとの向き合い方が変わったというマーサちゃんは自分の思ってることとか考えてることとか感情みたいなものを吐き出せないから人に思いを伝える。 難しさとかも真サちゃんが学んだし真サちゃんが喜んだらやっぱり私も嬉しかったしそして障害のある娘を介護し支える水谷さんの姿どうやったらこんなに心広くてこんなに強い人になれんねやろうって。 まあ自分が弱いから余計に思いますね家族も支えてっていうところでやっぱり尊敬強いなって思って尊敬しますし、ね、今月9日西宮冷蔵の事務所に水谷さんの姿があった。 北海道から九州、沖縄に至る全国各地の,その支援者の皆様方の、ね、こう心、熱き思いを結集していただいて、無事110枚 <laughs>、着金しましてね、コンデンサーの処理費用を捻出できない西宮冷蔵を救おうと、支援者たちが動いた。中には 口座に100万円を入金する人もいた産業廃棄物となる汚染コンデンサーの搬出作業が始まった処理されるコンデンサーは、一つ一つ余分な部品が取り外され、半世紀にわたり積もった埃が拭き取られていく。PCB は 有害物質のため液体が漏れないように密閉された容器に詰められ処理場へと運ばれていくお疲れ様でしたご苦労様でしたありがとうございましたなんとか。 期限までにはご協力ができたということはほっとしております決して諦めずに多くの支援者の方々の熱き思いにお答えできるように、ね、命ある限り頑張っていきたいとは思ってます食品偽装の内部告発から19年依然として進まない 西宮冷蔵再建への道あの内部告発は本当に正しかったのか自問自答する日々は今も続く。